ちょっと今日は確率をやっていきたいと思います。で、大人の方もディープサイエンティストだったりとか統計学を勉強しようっていう方が結構確率を勉強されると思います。でもちろん、これ共通テストの問題なんですけど、もちろん共通テスト対策で、見るっていう方用にもなるし、そうですね、結構基礎力もつくような問題が共通テストの問題は多いので、ちょっとこの問題を使って、確率、今日やるのは反復確率と条件付き確率の、説明をしたいと思います。よろしかったら見ていってください。はい、じゃあ行きましょうか。はい、中にくじが入っている箱が複数ありますと。あ、で、結構この条件付き確率とかっていうのは広告とかで割合、詐欺ではないですけど、人が、間違いやすい、わざと間違いやすい広告作ってるのかな、間違いやすい広告みたいなのも作れるので、それもちょっと雑談とかで、最後に喋りたいと思います。はい、じゃあ行きましょうか。はい、複数箱がありました、箱の外見は同じで当たりくじを引く確率は異なっていると、違うと。くじ引きの結果からどの箱からどの、空間可能性が高いか条件付き確率を求め、用いて考えようと。はい、要は箱が2個ありましたと。で外見が、違うと。はい、あ、外見が同じだと。はい、じゃいきましょうか。はい、当たるくじを引く確率が2分の1である A 箱と、当たりくじを引く確率が3分の1である、B の箱、2つの箱の場合を考えると。そうですね。はい、で、各箱でくじを1本引いて元に戻す思考を3回繰り返した反復確率ってやつですね。はい、ここでやりたいのは反復確率っていうのですね、聞いてるのが。はい、反復確率ね。はい、よいしょ。そうですね。でこの A の箱から、例えばこの A の箱から、よいしょ、1回2回3回引いたんだよね。はい。で、3回中ちょうど1回当たる確率を求めなさい。はい、そうですね。まずどこの場所で当たりが当たるか選んでやらないといけないですね。はい、選び方としては 3つの場所から、はい、当たる1箇所を選ぶ、 3,4 の1ですね。例えばここ当たりでしましょうか。はい、よいしょ、当たる確率は2分の1ですね。はい、1箇所選びました。はい、で残りの場所は当たり以外だから 1-2分の1 ですね。はい、当たり以外、まあ2分の1同じだね。はい、残りの2箇所は、はい、当たり以外2乗ですね。はい、計算してやると、はい、8分の3と出ますね。8分の3、はい、8分の3です。はい、次行きましょう。あ、でここら辺の反復確率、少し時間を取って説明している動画を、説明欄の方に貼っときますので、よろしかったら見てやってください。じゃあ次 B の箱も同じことやりますね。はい、やり方同じです。はい、じゃあ B の箱いきましょう。はい、これもいきなり式変えていいかな。はい、3つの場所から当たる1箇所を選びました。でこの B の箱、当たる確率は3分の1ですね。3分の1が1箇所。はい、で残る、残る2つの場所は当たり以外、つまり外れってことですね。3分の1引く、よいしょ、2乗ですね。はい、で計算してやると、いくらかな、9分の4かな、9分の4かな、9分の4、はい、9分の4と出ますと。はい、ここまでが反復確率の問題かな。はい、じゃあ次の問題いってみましょう。はい、それでは2番の問題やっていきましょう。はい、ここからちょっと多分難しかった人も いらっしゃると思うので、少しペースを落として説明させていただきたいと思います。はい、いきましょう。はい、まず A と B どちらかの一方の箱を決めますと。はい、で次に、はい、そうですね、さっきやった作業ですね。はい、1本引いて戻すっていうのを3回繰り返しました。で A の箱が選ばれる事象を A、 B の箱が選ばれるっていうのを B としますと、で3回中ちょうど1回当たるっていうのを W としますと、でよいしょ、確率 A キャップオメガ、A かつ、はい、W の確率をさっき求めてやった、これ8分の3だったかな。はい、でこっちが9分の4としてやると、
とするとであると、うんうん、そうですね。これ箱の選び方で A の箱だった場合に、3回中1回当たる確率、うん、ですね、掛け算としますと、うん、よし、じゃあ行きましょう。よいしょ。3回中1回当たった時選んだ箱が A である条件付き確率を求めなさいっていう問題ですね。条件付き確率、ちょっとここの部分 X って置かしてください、うん、で少しちょっと条件付き確率すぐ分数の式が出る方はいいんですけど、少し苦手っていう方はちょっと引いて一回説明させてください。はい、うん、で3回中ちょうど1回当たった時に A 出る確率っていうのは、3回中1回当たるっていう確率を1だっていう条件をつけてやります。この時に A キャップオメガでもいいや、どっちでもいいですけど、はい、A の箱である3回中1回当たったのがオメガがの確率 X はいくつになるか、はい、この条件をつけてやった時に A だったっていう確率はいくつになるかっていうのです、はい、でこれ計算してやると皆さんがよく知ってる優勝分数の式になります。そうですね、ここの部分が条件を要はつけてやってるってことですよね。はい、W っていう確率が1だっていう条件をつけてやってますっていうことですよね。はい、で計算してやると、でここ、よいしょ、1個1個ここを求めるためにこれ計算してやって、こっちと足し算してやってもいいんですけど、よいしょ、2分の1かける1を書こうかな、プラス2分の1かける9分の4、はい、こっちが分母になってこっちが分子になるんですけど、両方とも2分の1がついてますよね。なので約分してやった分で見てやった方がいいです。8分の3プラス9分の4分の8分の3ですよね、はい、計算も楽ですかね。よいしょ、でちょっと分数ですので掛け算に直してやりましょう。8分 8×9 分のここの上側計算してやると27プラス32になりますね。分母72にしてやると、よいしょ、なので59ですかね。よし、約分してやりましょう。で27分の59と出ます。はい、で次W の時 B である条件付き確率を求めましょう。こっちと同じようにここを B としてやってもいいんですけど、うん、これでいけたよね。1マイナス A である確率、どっちかですもんね、ここ見てやると、うん、で引いてやりましょう。あらら、引いてやると59分の、まあ書こうかな、1マイナス59分の27なので、よいしょ、32と出ますと。はい、それでは次の問題やっていきます。はい、よいしょ、この問題は、次のような事実が成立すると分かりました。 PWA と PWB の何とかは ① の確率と ② の確率の何とかに等しいです。はい、 ①、 ② は何かな、よいしょ、8分の3と9分の48分の3と9分の48分の3と9分の4と、よいしょ、 PW、ここの部分ですよね、ここの部分ですよね。求めるときに2分の1で消してあって、分母は両方ともこれで同じで8分の3で、 B の方が9分の4分のこれってことは、お、分子だけ見てやれば、よいしょ、丸1丸2の比と同じになってますよね。はい、比と同じ、丸三番、比が同じですってのが分かりますと。はい、
次に行こうかな。ん？ちょっと一応書こうかな。これ計算の過程で8分の3分の59分の72ってしてあったよね。うん、59分の4の59分の72、うん、で分母よいしょ、日見るときに両方キャンセルするよね。で見たらここの日って同じですよね。同じになりますと。はい、じゃあ次行きましょう。はい、それでは3番の問題見ていきましょう。はい、で初めに求めるものから見ましょう。はい、この時選んだ箱が A である条件付き確率は、はい、いくらになるか求めてよって問題ですね。はい、で問題文見ていきましょう。花子と太郎は事実星について話している。事実星、さっきの文ですね、括弧2の文ですね。はい、うん、PWA と PWB の、求めるのに必要かつ、うん、比が同じだっていうのですね。はい、で両方2分の1が欠けてあるから、うん、こいつらの比イコールこいつらの比になったんだっていうお話をしています。はい、でなるほどね、外見が同じ3つの箱の場合には全部に3分の1が欠けてあるので同じようなことが成り立ってるよね。つまりここで言いたいのは PW、うん、A の確率 PWB、うん、PWC イコール、はい、P キャップ AW 対 PW、W 対 P よいしょ C キャップ PW に、なるっていうことを言いたいわけですね。はい要はこっちの確率を直接求めなくてもこっちから求めることができますよねっていうことを多分言いたいんでしょうね。ここつながってきますよね。はい、よいしょ、じゃあ行きましょうか。うん、で聞いてるのはよいしょここなんですけど、はい、ここを求め直接求めに行かなくてもこっちから行けますっていう道、道筋で行きます。でよいしょここの部分ですね。はい、でこれは8分の3さっき求めた分ですね。はい、でこっちが9分の4ですね。はい、でここは計算してやると C の箱、 C の箱はよいしょ4分の1なので 3C の 1×4 分の 1×、 はい、当たりが4、外れが4分の3の、はい、2回ですね。はい、で計算してやると、16×4 分子が 16×4 で64対99で27かな。はい、この比になりますと。はい、でちょっとよいしょこれ分数で見にくいのでこれ掛け算してやって綺麗な比に直してやりましょう。ちょっと緑に戻そうかな、あ青に戻そうかな。 64×9 でいけるかな。はい、で 83×8 24×9 で216対2009、いや56対9、3、6、24、よしの比になりますと。はい、でよいしょここで要は確率は1以下になればいいからよいしょ求めるためにはこれ全部足してやった数、全部足してやった数が、715?715。全部足してやると715ですね。で、確率は、よいしょ。216分の1以下ですよね。どうせ約分しますからね。この比になるっていうので。こうですね、はい、これでいいんかな。よし、715分の、はい、16と出ました。はい、比が一緒っていうのでここを足してやった全体分のここでこの確率出ますよね。比が一緒っていうので、うん、こういうのを使わしたいんですね。はい、ポイントです。はい、
きましょう。あ、でこの日が毎回一緒になるわけじゃないですからね。今回たまたまよいしょ、この分子分母に2分の1が欠けてあったっていうのでたまたま言えたパターンです。はい。でよくこういうのセンターで多分過去問でもすいません何年か忘れたんですけど同じようなのがありました。よかったらこの比が一緒になるの分の確率の求め方復習しといてやってください。はい、じゃあ次の問題いきましょうか。最後の問題いきましょう。はい、比が同じってことですね。よいしょ、うん、でどの、はい、じゃあ見ていきましょう。はい、どの箱からくじを引いた可能性が高いのか考えてみよう。確率が高い順番に並べようって問題ですね。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、どうやら3つの箱条件付き、あ、比が同じですという話ですね。さっきそうですね、うん、そうだよね。これを利用すると条件付き確率を計算しなくても、あ、そうでした、そうでしたよね。さっき計算しなくても要は比が同じだからそれぞれの箱の3回中1回当たりが当たるっていうのを見てやればよかったよねっていうことですよね。はい、うん、そうですね。はい、 A の箱を B の箱を次もう一個追加した場合に確率を見ましょう。うん、でここまではさっきと同じ数値ですよね。うん、っていうことはさっき求めてやった比が使えますよね。A、B、C それぞれの比がよいしょ216、こっちが256対243でしたよね。はい、うん、でこれを使ってやってよいしょ、ここまでは条件は変わってませんので A、B、C の順番、 B 確率が高い順番だからよいしょ、 B、C、A、 とりあえず B、C、A の順番になっとる分を選択肢から選んでやりましょう。これもダメですね、こっちダメ、もう A 来とるもんね、 B、B、A、 はい、ダメ、これも違います、これも違います、ここも違います。はい、2分の1ですね。よし、であと見ればいいのが追加で入ってきた D が A よりか大きいのか A より、うん、こっちが A よりか大きいのか A よりかちっちゃいのか見てやればいいですよね。はい、よいしょ、じゃあ A のこれもちゃんとした確率見なくても3回中1回の分の比なので3回中1回当たる W の確率だけ見てやればいいよね。よいしょ、ですね。で D さんは計算してやると 3C の1かける5分の1かけるよいしょで外れが2回ですよね。よいしょ、で計算してやると125分の16かける348か48、うん、ですね。はい、でどっちの確率が多いかとこれ3で割るから3を割るから 0.、3 0で26で7大体7かな、あ、いけるか、375ですね。でこっち48を125で割るか、48を125、48割る0で、こっちも3かな、5で1足して7で3でよいしょ、50、1、0で、ここはいくつが来るんだろうか、
と7 8いけるの8 0 4 0 1 0だ。で D の方が大きいのか8よいしょ。で D の方が大きいので、はい、8番が正解です。ほう、はい、以上で、はい、終わります。はい、でこの後ちょっと条件付き確率の雑談します。よかったら聞いてください。